メルビン・ハントはアメリカ合衆国ルイジアナ州出身の北米男子プロバスケットボール NBA のダラス・マーベリックスのアシスタントコーチを務めている。ベーラー大学のバスケットボールチームで1987年から1991年まで4年間プレーし、3年間先発選手として出場 NCWA 男子バスケットボールトーナメントに出場したこともある。 大学卒業後はカリブ諸国やメキシコでプロ選手としてプレーした。コーチとしては最初にテキサス州にあるテンプル高校のアシスタントコーチを務めた。その後、サンアントニオにあるインカーネートワード大学のアシスタントコーチに就任した。1999年ヒューストンロケッツと契約最初の2シーズンはビデオコーディネーター、スカウトを務めた。の アシスタントコーチに就任5シーズンを過ごした。続く2シーズンはアシスタントコーチを務め、最後のシーズンは大学及びインターナショナルスカウトを務めた。その後、1シーズンをロサンゼルスレーカーズのアシスタントコーチ、5シーズンをクリーブランドキャバリアーズのアシスタントコーチを務めた。08から09シーズン、キャブスは NBA トップの66勝16敗を挙げたが、 2009年の NBA オールスターゲームではイースタンカンファレンスのコーチを務めた。チームも2007年には NBA ファイナル、2009年にはカンファレンスファイナルに進出した。キャブスとの契約が満了した後、2010年、デンバーナゲッツのアシスタントコーチに就任した。2015年3月3日、ブライアン賞ヘッドコーチが解雇された際、暫定ヘッドコーチに就任。 シーズン終了後に退任した。2015年6月20日、ダラスマーベリックスのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。